甲子高原西郷村は、福島県中通りに位置し、西白川郡に属する村。東京より北へ、約 185km、東北新幹線で、約90分の距離である。日本の村で唯一新幹線が停車する駅があり、首都圏への新幹線通勤の利用者も多い。栃木県との県境でもある、那須連峰の三本やりがが、村の西にあり、村全域が、 阿武熊川の上流域にあたる。三方に槍ヶ岳東側三六は、甲子高原となっており、那須高原に連なっている。また村の北側には、白川布引山があり広大な陸上自衛隊、演習場及び、羽鳥湖高原に連なる。新幹線の停車する新白川駅や、東北自動車道の白川インターチェンジが村域内に、あるなど、白川市のベッドタウンとして、同市の持つ。 都市機能の一部を担っている。村の東部で白川市に接し、新白川駅周辺は白川市街と一体となった市街地を形成している。白川市への通勤率は28.70%。2020年現在、沖縄県中上郡読谷村、茨城県中郡東海村、沖縄県中上郡中城村に次ぎ、全国で4番目に人口の多い村である。 総務省統計局、統計で見る、市区町村の姿2007-2007年となりの、白川市は、西郷村に対し合併を求めるが、村内には高速道路インターチェンジ、新幹線駅、JRA 場外場券売り場、大型商業施設、大型の工場など財源となる施設が多数あるため、独立路線を堅持している。財政に関して、自立した村づくりを目標としており、 平成17年度から地方交付税の不交付団体となっている。しかし、平成22年度は再び交付団体となった。新白川駅行き割り警告。ありがとうございます。